結構オフィスは開放感があってフリーアドレスで、こう気分によって仕事がすごい立て込んでるときはデスクトップ席でこう集中して仕事をして、こういろんな人と話さなきゃいけないときは、ちょっとその人の近くに座りながらやったりとか仕事をしてるんですけど、皆さんオフィスフリーアドレスどうですか？なんか基本的になんか好きなその日で、なんか先輩と一緒にやるときは、さっき言ったみたいに先輩の近くに行ってやったりとか、あとなんか一人で個人作業で集中したいときは、なんか個別のスペースに行ったりとか、あと本当なんか一人で集中できるなんか窓際の席を探したりとか、なんかどこに座ってもいいので、そこはすごいありがたいなと思ってます。会議とかも、私たちウェブ会議もすごく多いから、会社中に結構ウェブ会議できるスポットがバラバラ散りばめられてて、こうなんかこう、あ、やばい、会議みたいな時にこう、飛び込んでたりとか、まあ会議室予約したりとか、結構その、こう働きに合わせて、どこでやるかすごい私も選べるなっていうのが、入社してから感じますかね。ただまああんまり固定席を味わったことがないから、逆にわからないな。会議室あんなにあると思わなかったですね。確かに入社する前に、あんなになんかオフィスの中に会議室あって、いろんな人がなんか時間を分けて利用できるっていうのは、なんかすごいいいし、なんか他の音とかも入ってこないし、なんか会議専用って感じがして、すごいかっこいいなと思ってます。服装とかどうですか？服装結構自由化みたいなので、こう、打ち合わせとか、社内の会議しかない日は、もうスニーカーに、ジーンズに、ニットみたいな、パーカーみたいなの着て出社して、ちょっと、なんか、やっぱ靴が変わるとすごいリラックスして、仕事ができるので、なんか、すごい良かったなって思います。お客さん先に行くときとか、以外は、どっちかっていうと、プライベートな服も着ても良くなったので、すごいなんか、その分でありがたいな。なんか、カジュアルな服も着れるし、逆にそのお客さんの時はちゃんとしたものを着てるんで、なんか作業行く時は逆にすごいなんかもうヒールがなくて、なんかもう動きやすい、逆になんか動きやすさ重視みたいなので、なんか使い分けれるから、そこはすごいいいなと思います。足のストレスも減りますね。そう、足のストレス減りましたね。スニーカー楽だな。なんかやっぱりオフィスにいる時はそんなにあれですけど、やっぱ外に行き帰りでヒールっていうのは結構辛いんだなと思って。なんか結構みんな男性もカジュアルな感じになってきて、今まではスーツしか見たことがなかったのに、私服の姿を見て、なんかちょっと雰囲気変わってイメージ変わったり、なんかそういう人も結構多くて、それをきっかけにこう話ができたりとかもして、もういいなって思ったりします。